ろしくお願いします。ちょっと回っとんのかな。福岡、佐賀、小倉南でドラムのレッスンを行っております、大竹と言います。遠方の方はオンラインレッスンでも、レッスンを受講できますので、遠方の方もぜひ下記概要欄やホームページをぜひチェックしてみてください。というわけで、あまり好評じゃないちょいムズ練習系の動画なんですけども、どこがちょいムズやねんという激ムズじゃないかという声があるんですけど、レベルは人それぞれですからね。人によってはちょいムズ、人によっては激ムズ、いろいろありますけども、今回もですね、基本的に僕は曲を演奏するよりもと言っちゃうとあれかもしれないですけど、正直ドラムソロ叩いてる時が一番楽しいんですね。でドラムソロに応用できるなんかネタはないかな、なんかもっと芸術性が上がるものはないかな、どうやったら表現の幅が広がるかな、フレーズの幅が広がるかな、ストーリー性が広がるかなとか考えるんですけども、手順もいろいろ考える、移動オーケストレーションもいろいろ考える、コンビネーションもいろいろ考える、ルーディメントもいろいろ考えるんですけど、もう一個はリズムですよね。でリズムの幅を広げる&手順の幅を広げるという意味で、こんなドッキング練習はいいんじゃないかなというのをやってみようと思うんですが、普通チェンジアップで例えば、お小さいの音が、テンポ80で今鳴らしてるんですが、どこで音量上げるのこれ、どこで音量、これか、テンポ80で鳴らしてる場合、普通のチェンジアップはシングルなので、この間に2拍、2拍7連とか、2拍5連とか挟んだりする人がいますけども、基本シングルでやるか、やってもダブルぐらいじゃないですか。ダブルぐらいだと思うんですけど、パラディドルとかやる人もいるかもしれないですけど、今回はですね、ちょっと変わったアイデアで、ナンバーストロークロールのチェンジアップをやるんですけども、ちょっとただやるだけじゃないんですね。まず、今回使うのは、5ストロークロールと7ストローク。この2つを使うんですけども、コンパウンドスティッキングが分かっている方だと、この手順だけで言うと5ストロークロールは 5A なんですよね。で、7ストロークは 7A ですね。で、もともとロール、ルーディメント自体のロールの解釈としては、5ストロークロールっていうのは基本的に8分音符書かれますよね。これがクリックがあったら 1&2&C&4&1&2&C&4&1 のところでロールダーをかけて N のところでストップ 1&2&C&4&で7ストロークロールも基本8分なんですよ。 1&2&C&4&逆も 1&2&、 要は1の間に6連符のダブルストロークを入れて 1&2&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 
るわけです。でこれをちょっと別のロールの取り方します。よくあるロールの埋め方とすると、例えば、普通の3連符のこのアクセント打ちのノーアクセントの部分をこういう風にロールで埋める、であるとか16分音符の頭打ち、これを間をロールで埋めるとかよくありますよね。これを利用するんですが、今のこの3連符の
頭アクセントのローアクセントの部分をダウンにするので、これ5ストロークローと同じなんですよね。ってことは 5A と一緒です。じゃあ今度16分音符の頭アクセントの間をディドルにする、ダブルにするのって、これ手順は 7A と一緒、7ストロークローと一緒なんですよね。というわけで、これで2パターン目のリズムができたことになりますね。で、最後 5A っていうのは本来、5発ですから5連符ですよね。テンポ80に合わせると1E&A2E&A3E&A4E&A1になるわけです。で、ね、7A っていうのは普通に7連符なんで、ワンタタイタタ、アツタタイタタ、アスタタイタタ、オタタイタタ、ワン。普通の7連符でいけるわけです。というわけで、今からやるチェンジアップは、まず5ストロークをやると、5ストロークを8分音符単位のリズムで行う。1N、2N、3N、4N、3連符のリズムで行う。1Tタ、2Tタ、3Tタ、4Tタ。最後5連符。1Enda、2Enda、3Enda。逆からやろうかな。1N、2N、3N、4N、1Tタ、2Tタ、3Tタ、4Tタ、1Enda、2Enda、3Tっていう風に、リズムをチェンジしていきます。これやってみるのが早い。こんな感じですね。7ストロークローの場合はどうなるかというと、7ストロークローの8分音符系 1N2N3N4N1 っていうのと、16分音符に当てはめた7ストローク 1E&A2E&A3E&A4E&A1 で、最後普通の7レベル 1タタエタタアトタタエタタアオ。これもこれでやってみると、ディドルスタートからもやってみます。じゃあ5のパターンでディドルスタートからやると7連符バージョン、じゃあ左手からスタートで、ちょっといまいちだなというような感じで、チェンジアップをやってみたんですが、これ結構面白いアイデアじゃないですかね。これ実はポッと思いついて今実は撮ってるんですけど、この僕教本マニアなので結構教本見てるんですが、このアイデアが載ってる教本って見たことがないんですよね。もしかしたら初じゃないと思うんですけど、だからちょっと似たようなのはまあ何かしらあるんですけど、全く同じやつって意外と見たことがない気がするんですよね。で、他のロールもこの解釈でいくと、全部コンパウンドみたいな感じですよ。例えば、10ストロークロールで、これも続けると
10B ってことですよねっていうような感じで、解釈もできるんですよね。ってなったらロール系ナンバーストロークロール系にコンパウンドスティッキングのエクササイズが導入することができるということになると、またちょっと幅が広がるんじゃないかなという、発想の幅が広がるんじゃないかなと思いますね。というわけで最近ルーディメントとコンパウンドの掛け合わせすごく考えてるんですけども、このちょっとリズムの解釈の幅を広げるっていうのは、ルーディメントの方にも応用できれば結構面白い発展があるんじゃないかなと思います。ぜひちょっとこれをもとにですね、いろんなアイデアを巡らせてみようかなと思うんですけど、ちょっとハイブリッドルーディメントの方を次回は撮りたいなと思います。またいつかこのコンセプトの応用が思いつき次第メモ用にでも上げとこうかなと思うので、興味がある方はまたその時ぜひご覧ください。というわけでお疲れ様でした。